はい、はい、2番でございます。はい、今日は何ですか？今日はラルトンさんです。ラルトンさんですか？ラルトンさんで、買ってきたものを紹介します。ダルトンさんが4月の15日に、カー用品というか、トーカーライフということで新しくカー用品をリリースしたということで行ってきました。早速で買ってきたのがこれですね。これですね。見えるかな、見える見える。オートサンシェードって書いてある。はい、サンシェード買ってきました。かわいいね。ね、あとで広げる。買ってきました。あともう一つ、これもこのポーカーライフで、これは、炭の脱臭剤です、うん、で、まあ、車の中に入れようかなと思って、うん、これちょうどね、このぶら下げるところがあるから買ってきました。かわいい。はい、このマークがついてるやつなのかな、これを、1点含む、1000円以上のお買い上げでノベルティとしてこのシールがもらえます、うん、でこれ欲しさに行ったんでね。そう、実はでもこれあれだよ、期間があるよ。あ、そうそうそう、うん、期間もあるし、キャンペーン中、この枚数、このシールの枚数がなくなったらもう終了になっちゃうんで、うん、お早めに。はい、あと買ってきたのがこのランチョンマットみたいな、うん、これが竜のシートの色にちょっとそっくりだったんで、うん、ね、つい買ってしまいました。これか、全然違うな。そう実際見ると全然違うな。ちょっと違ってたんだけど、なんかね、いい感じの色だったので買ってきました。キャンプっぽい。では最後これだ。これ衝動買い。はい、ほらこれダルトンのケース、これはちょっと惹かれたね。ね、惹かれてしまって、かっこいい。意外といい値段するんだけど、そう、買ってしまいました。そう、でもね、なんかアルミの値段が上がってるから、これもなんか上がっちゃうみたいな感じだったよね。ああ、そうなの、うん、いいんじゃないですかね。アルミニウムコンテナコンボイ2です。コンボイ2、コンボイ2、はい、なんか強そう。サンシェードから開けていきます。なんかベルトになって、ね、そうなってんだ。これベルトなんかね、合皮だね。結構豪華で、あ、でもここもそうじゃない？あ、ここも合皮だね。この両側のね。しかもここ ね、よーく見ると。ダルトの書いてある。書いてあるんだよね、ちゃんと。じゃあ、そっち待って。はい。こう、あ、ちゃんとフォーカーライフって書いてある。見える？見えてる？うん。ちょっと暗いかな？一応これ、あの、NV200 は、うん、これサイズがあるんだけど、うん、なんかね、SML だったかな、うん、その中の L が NV200 に適合してるって、うん、あの書いてあった、うん、いいじゃん。で裏はちょっとぐるっと引き出して、裏裏はアルミでございます。裏はアルミシールです。まあ、アルミですね。いいね、うん、はい、いいじゃないですか。畳んで、これで、で閉める。で、はい、テープで止めた。はい、このぐらい。いいね、これいいね、うん、これちょっと使います。ね、思ったよりね、分厚さがそんなにないもんね。あ、こう畳んだ時の、うんうんうん、でも結構なんかしっかりしてるよ、うん、はい、じゃあ次、すごいなこれ。おー、かわいい、かわいい、これかわいいな、ね、これちゃんとこう、なんだろう、縫ってある、ね、すごいね、すげえ力入ってんね、うん、中がこれ炭なの？あ、そう入ってるみたい。あ、うん、ブーラブーラブーラして、まあいいよね。こんな感じ。はい、次、はい、でこれは何ですか？これランチョンマット。ランチョンマット。あ、なるほど。テーブルの上に敷いたり、まあ主にそこかな、うん、その、あ、ここね、うん、冷蔵庫の上のとこな、うん、かな。ダルトンじゃないんだね。グルトン。読めない。いや、なんかガルトン、グルトン、グルトン、グルトン、わかんないけどっていう。あ、でもダルトンなんだね。ダルトンのブランドの名前なのかな。いや、でもここ書いてあるから、なんだろうね、商品名か、商品名だね、うん、
僕はこれいきます、うん、まあ、ちょっとこれもおしゃれなんですけどね、うん、こういう感じになります。でここがなんか止まるようになってるね、うん、見えるかな、ここで止まるようになってる、こうやって開けます。でここに取っ手があって、今ちょっとこれソファーをしてるから、はい、はい、だけどベンチだったら、はい、もらったステーカー、これが可愛いゾウさんです。いいね、このここ貼る、うん、お、いいじゃん、お、いいじゃん、お、いいじゃん、外から絵柄が見える、商品の紹介でございました。さあ、それではありがとうございました。